狼ゲーム。どっちだ。おお、じらす、ゴチみたいなじらし方してくる。はい、狼だね、狼だね、オッケーオッケーオッケー、お見事、狼でした。お見事、正解です。皆さんの推理通り、米森悟が狼でした。よかった。彼はターゲットに騒がれないようにするために睡眠薬を飲ませ眠らせました。そして寝ているターゲットに毒を注射して殺害。そして死体に輸血パックの血液をかけることで刃物による殺害と見せかけました。さらに武器庫の見張りの片方に下剤を飲ませ、もう片方の見張りを武器庫に一人にする状況を作りました。そうすることで残った見張りに疑いが向くように仕向けたわけです。そう考えると、あのモジャオ、モジャオやるな、危ないとこだったぜ。でもガチで処刑されちゃったんだろ。これは私たちが殺したようなものなのかも。そうだよ、だってじゃなきゃ自分が死ぬんだよ。でもあの人も弁護士の美穂さんを殺してたわけですし、自業自得では。どちらにせよ、もう後戻りはできませんね。全員の表情に緊張と不安が広がる。とにかく俺たちの推理は正しかった。ということは脱出の扉が開くんですよね。その通りだ。狼の処刑に成功したため脱出の扉が開く。それでは行きますよ。オープンザドゥー。いや、これ絶対脱出できないでしょ。なんかまた違う場所に行くだけでしょ。メリーがそう叫ぶと脱出の扉が開いた。俺たちは恐る恐るそのドアから外に出た。すると、ここは外ではないですね。この部屋のどこかに外に出れる扉があるってことやろ。皆さん、あれ、ベッドに誰か寝ています。え、新キャラ？お、ほんとだ。誰か布団めくってよ。警察のおっさん、こんな時のための警察でしょ。なんだその言い方は。さっきまで警察とか関係ないって言ってなかったか。へえ、私そんなこと言ってないですよ。ち、まあいい、それじゃめくるぞ。そう言うと竹雄さんは勢いよく布団をめくった。これは招き？招き？何これ、不気味。しかも何か入院患者みたいな服着てんな。あ、ほら、このネームプレート、またゆうやじゃん。お前引かれたんじゃないのか、電車に。最初カン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 ボーンだったじゃん。またこの名前か。最初に見つけた色紙にも同じ名前が書いてあったよね。何度も出てくるということはこの狼ゲームに深く関係しているのでしょうか。それにこっちの椅子に座ってる人形、これって、おお、さっき処刑した精神科医のサトルさん。確かにそっくりだ。何か手に持ってるみたいだね。お前は救えただろ。しかしお前は見捨てた。これ全員ユーヤに関わってるってことなのか。サトルさんの患者だったのか。意味不明だね。あとこの書類、これは過剰な薬物投与への注意って書いてある。しかも5年前のものやね。内容を読んでみるよ。患者をしっかりと診察し、適量の薬の投与に心がけること。患者に薬物中毒者が絶えない。特に米森悟は。ほわほわ、え、サトルさんの名前が書いてるじゃん。ということはこれサトルさんへ当てられたものなのかしら。はあ、薬物中毒者と書いてあるが、おそらくサトルさんが患者に大量の薬を投与していたということかもしれない。そういうことだよね。サトルさんは真面目に医者の仕事をやっていなかったのかな。それにしても
なんでこんな人形が用意されてるんだろうね。狼ゲームの主催者が俺たちに何か伝えようとしているのか。じゃあこの壁に書いてある文字もそうだろうね。お前たちがここに集められたのは偶然ではない、必然だ。かっちょいい言葉だけどね。これが冒険、一緒にパーティーを組んで冒険する仲間だったとしたらかっこいいけどね。俺たちが集められたのは必然ということは、俺たちは何か共通点があるということか。でも私たちは全員初対面でしたよね。私はもう数年引きこもってるから、みんなと出会ってる可能性はほぼゼロです。ゆうやくんを関係してる人たちっていうことなんじゃないかな。ていうかこの部屋は何なの。狼を処刑したら脱出の扉が開くって言ってたよね。そうや、これは一体どういうことな。1回目では外に出ることはできません。まあだろうな。は、卑怯やん。狼を処刑したら出れるって言ってたのに。卑怯なんかじゃないですよ。私は脱出の扉が開くと言っただけで、1回で出れるとは言ってません。まあもういい、なんでもいいよ。もうそんなんいいわけやん。まあこういう展開で1回目で出れるなんてあんまり期待しなかったけどな。見た目によらず大人の意見ですね。あ、おめえマジうぜえ。でもこのリツちゃんちょっと生き残ってほしい感あるわ。ごめんなさい。それでは次の狼を決めるぞ。まだ狼ゲームを続けるんですか。もちろん脱出するまで終わりませんよ。そう言って最後まで誰も出ることができないなんてオチじゃないだろうな。そんなことはありえません。ちゃんと外に出ることができますよ。このゲームの真相を理解した人だけですけど。真相？どういう意味？あ、それはそのごめんなさい。それでは、いや気になる。いやこれマジ気になんな。それでは早く次の狼を決めるぞ。おい、このゲームの真相って何のことだ。それはお前たちはすでに知っている。俺たちは知ってる？どういう意味だよ。それは自分たちで気づけ。そうでなければ意味がない。それではカードを配る。次の狼を決めるぞ。これ自分狼パターンあんのかな。ちょっとやってみてえか。あんな、常に俺は右上を選ぶ。狼来てもいいよ。おー、パターンでいいよ。どっち？あー、めーのパターンか。まあまあまあいいだろう。よかった、羊だ。これなんかさ、後半自分狼になりそうじゃない？なんかありそうじゃない？そういう展開も。狼にならなくてよかった。それにしてもゆうやって一体誰だ。まだ情報が少なすぎてよくわからない。それでは前回と同様に、狼になった者は羊を殺せ。誰殺されんだろう。そう言うとウルフとかいう人形はどこかに消えてしまった。またこれから誰か殺されるっていうの。ま、当然そういうことになるね。もう付き合ってらんねえぞこんなとこ。まあ死にたければゲームを放棄すればいい。あ、おめえ何生意気なこと言ってんだよ。頭の悪いやつと話すと疲れる。マジでおめえこれ以上俺を怒らせんなよ。今ここで言い争いをしても何にもなりませんよ。ちっ、いや大人だな。拓也さんも意外と大人だな。もう最悪な雰囲気だね僕たち。こんな状況でどうやっていい雰囲気になれっつーの。僕はそれなりに楽しいけどな。あなた、私から見ても頭がおかしい。そんな、ひどいな。俺たちは完全に疑心暗鬼になっていた。そして結局それぞれバラバラに過ごすことになった。わー、終わったか。一人二人死んで、うわ待って、もう誰も死んでほしくねえわ。もうこうなったら次の日へ進もう。それから数時間後、特に何も起きていない。ここに来てからまともに寝ていないせいか、
急激な眠気が襲ってきた。大丈夫かお前寝るな、この状況で寝るな、俺が大声で起こしてやる。俺は周囲を警戒しながら少し眠ることにした。大丈夫かよ本当に、まあ、いざとなったら俺が起こす。美咲ちゃんが隣で裸だぞって。そしたらお前きっと起きるだろう、下半身も多分起きるだろう。何、また転校するの？もう僕友達と別れするの嫌だよ。パパのお仕事だからしょうがないでしょ。そんな。それでは転校生を紹介します。どうも、はじめまして。皆さん、仲良くしてくださいね。こんなにしっかりとお辞儀する転校生いる？しっかりとお辞儀してる、絶対仲良くなれる。はーい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 、ちっ、なんであの転校生うぜえなみたいな展開がありそう。それでは1時間目は理科室に移動してくださいね。理科室ってどこだろう？僕が案内してあげるよ、一緒に行こう。ありがとう。これゆうやくんなんじゃない？なんか今のは夢か。小学生の頃転校した日の記憶、俺がよく見る夢だ。俺はいつまであのことを引きずっているんだ。それにしても今は何時頃だろうか。静かで物音すらしない。他のみんなも寝静まっているようだ。そんな時、最悪なことに尿意がこみ上げてきた。俺は物音を立てないようにトイレに行くことにした。俺は周囲を警戒しつつ廊下に出た。あ、何何、なんか起こりそう。なんだあれは。暗い廊下の先にかすかに人影が見える。まさかあれは狼。怖っ！これなんかさ、幽霊とかそういうホラーじゃない怖さ。どうやら向こうを向いていて、こちらには気づいていない。どうしよう、ここは一旦逃げるか。しかし誰が狼なのか確認さえできれば、次の狼裁判で確実に狼を処刑することができる。お前勇気ありすぎだろ。勇気 100% かよ、お前忍たま乱太郎だな。すごい、俺だったらもうブル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 、ジュワー、はい、しょんべん漏らしました状態だわ。狼はゆっくりと音を立てないように廊下を歩いている。薄暗くてよく見えないが、左手に何か凶器なようなものを持っているようだ。ギシ。その時、足元の床がきしむ音がした。狼はその音を聞いて歩くのを止めた。やっべえ。柱の後ろ、棚の後ろ、なんじゃそりゃー。柱、棚でしょ。柱だったら通るときバレちゃうでしょ。棚でしょ、棚。俺はとっさに廊下の棚の後ろに隠れた。こっつこっつこっつこいつ、そうしようし。ゆっくりと狼がこちらに近づいてくる。やばい、バレてるのか。こっつ、やべ、また言わなきゃいけないの、あれ。こっつこっつ、そうしよう。はい、ちょっと今自信持っていました。しばらくすると狼の足音が止まった。よし、なんとかやり過ごせたか。足が見えてるぞ。え？次の瞬間、鈍い音とともに頭に激痛が走った。あたりには血が広がっていた。俺はそのまま床に崩れ落ちれて意識を失った。無理でやん、こんなの。なんで？はい、戻ってきた。いや、これさ、もうどうしようもない運だったよね。うん、そう、ダジャレじゃなくてね、今のはダジャレじゃなくてね、運だよね。じゃあこれ、柱の後ろに隠れればいいのか。
俺はとっさに廊下の柱の後ろに潜んだ。大丈夫だよな、さすがにこれで無理だったらもうお手上げ。俺は必死に息を殺し気配を消した。よかった、どうやら狼にはバレていないようだ。ああそうだった、なんであっちダメだったんだろう。狼は再び暗い廊下を歩き出した。危なかったな、もう引き返した方がいいか。絶対引き返した方がいいって。いや、ここまで来たならこのままおい主人公、何お前意地になってんだよ引き返せ。俺は狼の尾行を再開した。するなするなするな、もういやでもね、俺ね、あの凛太郎人気ありそうって言ったじゃん、俺で主人公一番好きだよ。偏見なんか結構偏見であるし意地にもなるし。すると突然狼の歩くスピードが速くなり廊下の角を曲がった。ほう、思わずその後追いかけて角を曲がった。おい、いるねー、そのパーティー。ホラー映画みたいな感じだねー。角を曲がってすぐのところに狼がこちらを見て立っていた。やべえ、逃げるしかない。俺は全速力で暗い廊下を走った。どこかの部屋に逃げ込まないと。早くしないと、このままじゃ殺される。え、またまたまた、ちょっと待って、どっちこれ。待てよ、でもさっき右の本棚でアウトだったから次右のトイレ、これオッケーなんじゃない。もうこれでダメだったらもう俺の運がねえわ、運がねえなってみんなに言われて終わるわ。俺は急いでシャワールームに逃げ込んだ。だってさ、これさ逃げ場いっぱいあるじゃん、ここ部屋広いし。どこか隠れるところはないか。シャワールームのカーテンの裏に隠れた。あ、まあ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 いいのか。ガチャ、うわ来たよ、うわ骨粗鬆症歩き来た。ゆっくりと狼がトイレに入ってくる音が聞こえる。これ怖いね。ガチャガチャ、どうやら狼はトイレの個室の方を確認しているようだ。早く何か考えないとこちらへ来てしまう。いや何か考えるって言っても何もできることないだろう。何かないか、何か反撃するようなものはないか。やばい、骨粗鬆歩き来てるよ。狼の足音がこちらに近づいてくる。やばい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 、ガチのコツ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 少々だよ。狼の足音が俺が隠れているところで止まった。俺は息を殺して気配を消した。いやいやいや、これあれだよ、これさ何も音がしなくなったってさ、カーテン開けたらまたその前に立ってるパティーンだよ。絶対そうじゃん、絶対そうだよ。あれ、何も音がしなくなった。狼はどこに行ったんだ。もしかして諦めて出て行ったのか。そう思ったその時だった。ほら、自分の頭上から声がした。うえ、あ、それ予想つかなかったっす。上だよ。反射的に見上げるとそこには鈍器のようなものを振りかぶる狼がこちらを見て、待って待って待って、また死ぬの？うちまた死ぬの？ねえ、嘘でしょ？とが。次の瞬間、鈍い痛みが頭に響いた。シャワールームの床が真っ赤に染まった。何お前うめえこと言ってんだよ。お前今から死ぬんだぞ。俺は床に倒れ込み、すぐに意識を失った。からのさ、実は生きてる流れないですよね。そうよね。よし、いいね。なんかこれスキップあるからサクッと来れるよね。さっ、あ、ちょっと待って、これさあれさっきトイレ右になかったっけ、これ押すところ。あ、これランダムか、ランダムかなんだ、何右1回目ないから2回目は右でいいだろうみたいな、その無駄な考察。これでキッチン行って、俺はキッチンに逃げ込んだ。めっちゃ息上がってる。どこかが隠れれるところはないか。はいはいはい。お、なんだ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 、早く隠れる場所を見つけないと。いや、この完全にこの箱だろ、もう。は？いや、もう絶対に、わかる？もう今、絶対に今ミスって出なかった、もう。は、早く隠れないと。どこかないか。その瞬間、狼がキッチンの扉を開けて入ってきた。え、待って、今の箱じゃなかったの？なんか今さ、もう一個さ、冷蔵庫と左のこの扉みたい。え、この二つのどっちかだったのかな？
上もこんばんは。もう3度目ですね、お会いするの。隠れ場所を見つけられずに迷っていた俺は狼に見つかってしまった。いや、わかんないな。意外とこれが正解かもしんねえな。ちょっと待ってくれ。どうか俺を殺さないでくれ。このことは誰にも言わない。それになんなら君に協力するよ。僕が君のアリバイの証人になるからさ。だから殺さないでくれ。主人公お前ダセえ。単純にダセえ。お前悪役だそれ。狼は少しずつこちらに近づいてくる。手には大きな鈍器のようなものが握られている。まあ君にとって悪い条件じゃないだろう。主人公ちょっと待って、今回ちょっと主人公が好きになりそうだ俺。狼は何も言わない。くそ、このままじゃ殺される。その時机の上にある包丁が目に入った。おいおいお前何やろうとしてんだよ。お前ついに気が狂ったな。お前ゲームの主人公だぞ一応。ここは一か八か、あの包丁で反撃するしかないね。お願いだよ、俺は君の味方になるからさ。そう言いながら俺は包丁の方へと近づいた。お、これあんのか意外と。そして次の瞬間、皆さん、これ今映ってる真ん中の絵の人物、これ主人公ですからね。決して他の悪役ではなく、これ主人公ですからね。俺は包丁を手にして、狼に襲いかかろうとした。しかし、そこに狼はいなかった。おっと、これ一応進んでんのか？あれ？バレバレだよ。狼は俺が目線を外した一瞬のうちに、俺の背後に回り込んでいたのだ。なんだそいつ、単純に強えやつじゃねえかよ。くそ、いた、これを食らったね今。どか、次の瞬間俺は頭を後ろから思いっきり殴られた。頭を殴られた衝撃で俺は床に倒れ込んだ。おい死んだふりしろ、死んだふり。こつにいし、このまま帰れ、このまま帰れ。床に倒れた俺に狼が近づいてくる。そして狼はもう一度倒れている俺に向かって大きな鈍器を振り、思い切り振り下ろして、いやいいよもう、いいよ。俺はその瞬間意識がなくなった。でしょうね。ただね、でもこれなんだろう、危険な交渉。でもちょっとクズな主人公見れたからよしとするわ。これじゃあ冷蔵庫か、左の冷蔵庫行ってみよう一旦。ミス。じゃあ左の扉。来た。俺はなんとかキッチンの棚の中に隠れた。いやもうこれでよくない？もうなんか俺全パターン見てないか、ほぼガチャ。やべえ、狼がキッチンに入ってきた。なんか似たようなくだりをもう4度目ぐらいだからさ。コツもう、コツ訴訟書歩きはいいよ。やばい、こっちに来る。待って、またバレんの？どうやら手前の棚を開けて俺を探しているようだ。怖っ。少しずつ足音がこちらに近づいてくる。やばい、どうする？このままじゃ殺される。いやもう3回殺されてっからね。来るよ、もう絶体絶命都市。その足音は俺が隠れている棚の前で止まった。やばい、見つかる。はっの大声を上げる。飛び出して逃げる。いや飛び出してもさ、さっきなんかさ、一瞬で背後に回られてるから、大声を上げて、もうギャーぐらい上げて、他の人を起こせばいいんじゃないかな。そしたら逃げる隙も与えないみたいな。大声上げよう。うわそれビビるわ。俺が大声上げると、狼は他の人に見つかるのを恐れたのか。よし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 、あぶねえ。じゃあ今のもう一個の選択肢だったら死んでたってことかな。危なかった。俺はなんとか殺されずに済んだ。俺はその後一睡もできずに狼を警戒し続けた。それ寝れねえよな。数時間後、でもあれ男だよな多分。徐々に全員が起き始め騒がしくなってきた。
俺はリビングに行くことにした。とりあえずは無事に済んだ。あ、もうよ、怖い夜だったな。おい、死にかけたぜ、死んだぜ。みんなおはよう。あ、おはよう。ウィッス、おはよう。みんなの様子を見るとまだ殺人は起きてないのか、そう思った瞬間だった。はい、来ました。突然悲鳴が聞こえた。誰か殺されたのかな。上の階から聞こえたよね。誰、待って、だいたいキャーって言うってことは女性が悲鳴上げてるってことは女性陣、男か、死んだの。待って、今の会話で出てこなかったのは警察と舞台俳優、あと誰だ。あ、モジャオも出てきてない。あ、待って、俺の頑張れって言ってたあの IT 野郎も出てきてない。志村、俺たち上の階と急いだ。あ、あれ、あ、お前のことも忘れてた。ひどい。ああ、まあ、うん、まあごめんごめん、あんまショック受けなくてごめん、なんかごめんごめん、なんかごめんね。本来だったらさ、うん、見事に綺麗な、うわマジかよって言うべきなところかもしんないけど実況者としてあるまじきリアクション、まあうんって、まあこいつなのかな、敵要素あったなって。そこには俳優の拓也さんの死体が転がっていた。今度は拓也さんか。しかもこの殺し方、おお、そんなグロい殺し方で言ったんだ。顔が原型をとどめていません。これは鈍器のようなもので殴られたのか。おやおや、殺人が起きたんですか。それでは今から12時間後に狼裁判を開廷します。それでは皆さん、裁判でお会いしましょう。またあの裁判をやらないといけ、誰だ犯人。おそらく昨日俺を追いかけてきた狼がやったんだろう。ということは俺がああなっていたかもしれないのか。うん、なったよ3回ぐらい。そう思うと背筋がゾクッとした。そういえばあの狼がつけた髪、どこかで見たの。見たっけ、どっかにあったんだ。あったっけ。まずは昨日見た狼について調べてみよう。はじまりんこ、探索スタート。来ました来ました。とりあえず、あ、なるほど、前回で行けるようになったのがこの4階が増えたってことか。じゃあここ入って死体まず見るかい。拓也さんの遺体が横たわっている。顔は何度も殴られたような感じで血まみれになっている。はい。くそ、狼のやつ、何もここまですることねえだろう。はあ、二度も殺人が起きるなんて悪夢ではなかったんですね。はあ、この日記帳にも記録しておきますか。この日記帳のページがなくならないうちに早くこっから出たいものです。何、お前の日記帳はセーブになってんのかな。また人が死んでしまいましたね。彼の魂をしっかり成仏させてあげないと。彼の魂がこの世を様や、おめえ怖えんだよなんかいちいち。あ、これ進むわけじゃねえのか。だったらなんだっけ、仮面探しに行くか。あ、これかこれかこれか、これだな。あのお面はやっぱりあれだ、昨日の夜俺を襲った狼がつけていたものだ。舌出してね、ペコちゃんみたいな。手に取りたいがあれじゃ高くて届かないな。あー、ということははしごか、なんか取れるつっかえ棒的なのが欲しいってことなのかな。お、なんかある。美穂さんの石像の近くに手紙のようなものが落ちている。何が書かれているのだろうか。あなたは自分の利益しか見えていない。すいません、確かにそういう部分はあります。自分は、はい、すいません。なぜあなたはあの男の弁護をしたのですか。あの男は今まで何度も性犯罪を犯してきた最低な人間でした。それにもかかわらずあの男があんなに軽い罰で済んだのはあなたがずっと弁護していたからでしょう。一連弱で牢獄から出てきたあの男に私の娘は襲われ、23歳の若さでこの世を去りました。あの男の弁護をしたのは自分の地位と名声のためでしょう。きっと他にも私のような被害者がいるのでしょうね。
私は、私たちは娘を殺したあの男と同じくらいあなたを恨みます。すっごい恨んでるね。確かに。これは一体弁護という言葉が繰り返し出てきたが、まさか弁護士の美穂さん、いやこれ美穂さんのことなんじゃない？こんなに恨みを持たれているなんて、そんな人には見えなかった。これ美穂さんもこれなんか石像にされちゃってんだね。人形だ。お前の正義は暴力だ。この意味深なメッセージは一体何なんだろうか。いい、なんかお前の正義は暴力だっていうワードかっけえな。お前の実況は暴力。あったか、これじゃない？多分。あ、来た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 。脚立があった。これで高いところに手が届きそう。これでいいのか。おー、なんだい27歳。なんですか。私が今書いてたもの見えてないですよね。特に見てないですけど。そうですか。よかった。何書いてたんだろう。私の勘違いみたいなので気にしないでください。あ、わかりました。一体何のことだ。知恵さんはさっと何か紙のようなものを箱に隠した。この箱怪しすぎるだろう。お前目玉の親父好きだな。おい、来たろ。似てねえ。よほど見られたくないものが入っているのだろう。とにかく今はそんなこと気にしてる場合じゃないな。まずは昨日の狼のお面のことを調べるのが先だな。脚立もあったし、オッケー。じゃあリビングに行ってアイテムゲットして、お、進んだ。じゃあ行くか、このままパパッと。リビング行って脚立だな。はい、脚立を使って、よし、取れた。これ羊の方にもなんかないのかな。やっぱりこのお面、昨日俺を襲ってきた狼が使っていたものだ。ん？裏に少し血がついている。ということは、拓也さんを殺した時も狼はこのお面をつけていたということか。でも裏についてんの？表じゃなくて。しかしこれだけでは誰が狼かは特定できないな。確かに。他にもっと狼が特定できるような情報がないか探してみるか。しかしどこから探せばいいのだろう。お面、狼のお面。ストーリー進んだ。あー、またじゃあ探索に行ってきますね。凛太郎くん、君何かわかるんじゃないのかい。ヒントをくれるじゃん、君はいつも。美味しかった。あれ、ついさっき料理してなかった？もう食べ終わったの？うん、片付けまで完璧だよ。君も食べたらよかったのに。次の機会にお願いするよ。おー、ただのほっこりする話するな。これさ、進んだから死体また詳しく調べれないのかな。しかしひどい殺し方だな。武雄さん、ずっとここにいますけど、死体の近くにいるの嫌じゃないんですか？ああ、仕事から慣れてるからな。死体もそんなに珍しいものじゃねえんだ。ただ、ここまで激しく殴られた死体は珍しいが。そうなんですね。これさ、激しく殴られて力いっぱいやったから男のように見せかけてるんじゃない？女性なんじゃない？もしかして。恨みもないのに、ここまで激しく顔を殴るなんてことがあるのだろうか。あれ？あ？どうした？いえ。え？何？え、何？気づかないんだけど。え、主人公意外とそういうの気づくタイプ？女の子がちょっと髪切っただけでも、あれ髪切った？みたいなこと言うタイプ？いえ、なんでもないです。なんだか滝尾さんの見た目に違和感がある気がする。え、何？急に竹雄、そう言われると竹雄怪しくなってきたぞ。竹雄、お前パワーあるしな。気のせいか。いや、お前自分の直感を信じろ。今のところ第一候補だ。お前処刑第一候補だ。そして竹雄さんの遺体だ。ひどい状態だよな。狼の野郎も何もここまでしなくても。そうですね。ん？あ、どうかしたか。お、何か右手の下に落ちている気が。あれはスマホ？あ、ほんとだ。殴られた顔の方のばかり目がいって気づかなかったな。あれ？このスマホ、画面が割れてる。割れたスマホじゃん。欅ちゃんじゃん。きっと犯人から襲われた衝撃で画面が割れたんじゃねえか。なるほど。あれ？ここおかしくないですか？あ、どこだ？ここです。血が飛んだというより、血のついた指で画面をなぞったような跡が。はあ。たださ、これ竹雄、今のところ処刑第一候補なわけじゃん。いいのか、そういう情報与えちゃって。ということは、
傷を負ってからスマホを操作したのか。そうかもしれません。だとしたらスマホの中に何か手がかりになるものが入ってるかもしれませんね。なるほど。しかしスマホには鍵がかかっているようだな。ロック。これ何、彼女かな。なんか待ち受け画面は女性とのツーショットが。おそらく彼女さんでしょうね。おい、俺佐々木のぞみさんだぞ。待ち受け、のぞみ、人妻を待ち受けにしてんだぞ俺。ああ、さすがにパスワードがわからないのなら中を見ることはできねえが。そうですね、パスワードがわかればいいんですけど。何か拓也さんのパス、はいはいはい、これもじゃあ探しに行けばいいってことか。了解、進んだ。じゃあちょっと探しに行ってくるか。あ、来た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 、合ってる。ここここ、ごめん、なんかもうどっから進むかまたわかんないパターンに入っちゃった。少しだけ中を見させてもらおう。これは拓也さんの手帳。今ね、大部屋にアイテムっていうか、あのカバンがあったんだよね。あ、彼女さんの写真も出てきた。スマホの待ち受けと同一人物だ。12月24日3周年記念。あー、すごいね、クリスマスイブに記念日になってんだね。12月24日が2人の記念日なのか。あれ、これもしかしてパスワード。おい、嘘だろ。嘘だよね、お前。さすがに1224とかにすんなよ。意外と言ったら悪いが、とても彼女を大事にしていたんだな。まあまあまあ、カッとなりやすい割にはそういうね、優しい一面もあるんだろうね。他には特に拓也さんに関する情報はなさそうだ。12月20日、おい、1224なんじゃねえか。まさか、おいおいおい、おい、ガバガバじゃねえか、お前のセキュリティ。お前のガバガバセキュリティ俺が解除してやろうか。1224、嘘だろ嘘だろ、行くぞ。あ、いた。もうちょっと、もうちょっとあるじゃん。もっとさ、違う数字、自分だけの思い出しやすい数字とかさ。よし、できたって。ログインできちゃいけないからね、本来。拓也さんの彼女との記念日、12月24日、つまり1224がパスワードだったんだ。さて、スマホの中を覗いてみるか。スマホのパスワードを解くと、カメラアプリが立ち上がっていた。おう、じゃあカメラアプリを起動したまま消えてったってことなのか。ということは写真を撮ったということか。写真の一覧を見てみるか。なんか、うん、なんかすごいモザイクかかってるけど、なんか俺なんか盗撮画像みたいなの見えんな。全部モザイクかかってると。これは狼の写真。盛り上がってきましたね。狼のお面が写っている。俺を襲ってきたやつと同じだ。やっぱりあいつが狼で拓也さんを殺したんだ。凶器が分かれば重要な証拠になりそうなんだけど。写真には、いや、これ何なんだろうな、この凶器。凶器がぼんやりとしか写ってなくてよくわからないな。凶器は結構大きいのか、細くはなさそうか。なんか鍋みたいなの持ってるよ。いや、これじゃあ凶器が何なのか全然わからないな。でもこれはかなり重要な手がかりなんじゃないか。証拠としてしっかり取っておこう。とりあえず遺体からはもう分かることはなさそうだな。オッケー、じゃあ次のところに行けばいいんだね。了解了解。あ、いい、順調に進んでるよ。ストーリーも進んでる。テレビでやってるけど私でもアパート経営ってできるの。うん、お前次第じゃねえか。ん、何を見てんのこれ。ここの水槽なんでライトが消えてるんやろ。あ、なんか進みそうじゃない。しかも周りにはガラスの破片みたいなのが散らばってる。何かあったんかな。絶対何かあったな。確かに、そういえば水槽が真っ暗だ。どうしたんだろう。近くでよく見てみようか。はい、近くで見てみよう。この水槽、いつの間にライトが消えたんだ。うちが見た時はすでにライトが消えてて。なんでやろう。ふん、水槽のライトが割れているみたいだな。怪しい。え、でもこれでさ、ボコボコに殴ってもそんなにって感じだけどね。なるほど、どうしてそんなことに。誰かが何かしたっていうことやろか。それは分からない。でも何か狼につながる証拠があるかもしれない。水槽の中をよく見てみたいが、暗くてよく見えないな。予備のライトを探す。オッケー、じゃあ予備のライト。予備のライト、あったぞ。これだな。この部屋にもあ、そっかそっかそっか、水槽の予備のライトか。俺さ、あのてっきりさ、他の普通のライト探しててどこにもなかったからびっくりしたな。あ、
このライト、これならあの植物室の水槽にも使えそうだな。外して持っていこう。そうだよね、予備のライトってそりゃ水槽の予備のライトだよね。なんかどっかにある電球とか探してたわ。水槽の電灯でこれを持ってストーリー進んだ。2人がいたところだよな。いなくなってるよ新村くん。持ってきたライトを水槽に取り付けた。ありがとう。よし、これで電気がついたね。あれ待って、あ、待って、俺ちょっと分かった。これ岩じゃないか、これ凶器。岩の一部に魚が集まってる。なんだろう、岩を取り出して見てみるか。俺は水槽の中に直接手を入れた。おお、危ねえ。なんだこの凶暴な魚は。あー、気付けや。うちもさっき気づいたんやけど、ここの水槽の魚全部ピラニアちゃんやね。あ、ピラニアはね、すぐ超食ってくるからね。マジか。早く行ってくれ。ピラニアちゃんは肉食やから、君の指に反応したんやね。でもなんであそこだけあんな集まるんやろね。なんかがあるんだろうな、あそこに。何かあるのかな。ピラニアちゃんの注意を引けたら、何に集まっているのか見られるかも。どうにかできないか。うち何か探してみるよ。俺も探してみようかな。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあ、好きだからね。主人公、美咲ちゃんのこと好きだからな。探してみるって言ってもさ、なんかあんの？あれ？お、なになになに？いつの間にか眠ってたみたい。この膝掛け、君が掛けてくれたの？ありがとね。いや、俺じゃないけど。じゃあ、コウ君？いや、俺じゃない。そんなこと死んでもやらない。あれ？おかしいなあ。まあ誰か親切な人ありがとう。誰がかけたんだろう。こんな殺伐とした中だが、優しい人もいるんだろう。おー、何優しい。いや、待って、凛太郎のことを守ろうとしてる人とかがいるってことなのかな。こいつはどこからどう見ても怪しいな。そんなことないよ。僕のどこが怪しいの。一番怪しいよお前。ここにいる男の中で唯一お前だけ探索をしていない。あ、そうなんだ。俺が思うに、今回の狼は殺し方から見てきっと男だ。だから怪しむのは当然だろう。ひどいな。狼じゃないのに。わー、疑いやってる。ここの二人いいよ。ここの二人いいよ。なんか作ってる。ほら、こんなの見つけたで。鶏肉？そう、これであのピラミニアパンチャバンチャバンパンチャ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 ン、おびき寄せ用作戦や。いいね。はい、じゃあ切るからお皿持ってきて。うん。料理よくするのかな。すごくテキパキとした包丁さばきだ。はい、できたね。じゃあうち先に水槽戻ってるから、君も早起きてな。足早に美咲さんは水槽に向かった。すごくいい子だよな。主人公まだもうちょっと恋愛要素を耐えて、一旦恋愛要素抜きにしよう。一旦この状況において美咲さんは俺の癒しかもしれない。何言ってんだよこいつ。まあ癒しであるんだろうね。告白するんだろうね。好きって。クラゲに足を刺された結果病院行け。植物室。はい、早速鶏肉を水槽に入れてみよう。はい、入れてみます。はよはよ、鶏肉早速入れてみよう。よし、じゃあ入れるよ。俺は鶏肉を岩から遠い方へ投げ込んだ。するとピラニアたちは鶏肉の方へ吸い寄せられるかのように移動した。なんか岩、あ、やっぱりさ、岩じゃん。これでなんかさ、色ついてない。よし、ピラニアで隠れてた岩のところが見えてきたぞ。ちじゃん。なんか岩のところが不自然に赤くなってる。なんだろう。ほんまや。なんやろか。なんだろう。まさか血とか。え、嘘。そんなまさか。そうだよね。あれが血なわけないよね。あの謎の赤いシミは何なんだろう。狼と関係あるのだろうか。いや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 、隠したんでしょ凶器を。ここに
水槽の岩、絶対そうでしょ。岩には謎の赤いシミがついてた。あー、合ってるっぽいな。え、もう？え、もう？もう？